はい、皆様おはようございます。本日ですね、こちらですね、何だかお分かりになりますでしょうか。こちらね、馬ずらはぎと申します。まあカワハギのね、仲間でございます。馬みたいな顔しているでしょうか。馬ずらはぎです。今日はね、これを使って肝和えを作っていきたいと思います。馬ずらはぎ肝和えでございます。それではね、まずさばいていきたいと思います。はい、まずですね、この馬面、このね、角、気をつけてくださいね。ここにね、ピッとかね、刺してしまうとね、結構痛血が出てしまいます。それではね、早速さばいていきたいと思います。まずこの角の後ろですね、角の後ろとこのヒレですね、ヒレ、ヒレとこの角の後ろをこうやってね、包丁で直線に結んでいただければ幸いかと思います。そしてね、ちょっと包丁立てるような感じで、で、ここに骨がね、ぶっとい骨がありますね。これをね、ガツンと、こう切り離してください。こんな感じでね、切れ目が入りました。そうしましたらですね、ヒレの後ろにちょこっとね、筋を入れてください。両面ちょこっとね、筋を入れてくださいませ。そうしましたらね、頭を左手で持って、身の方ですね、身の方を右手で持って、ここのね、指を入れてこんな感じですね。はい、こんな感じでブブブブブブっとね、裂いてください。はい、こんな感じです。わかりますよ、こんな感じですね。はい、そうしましたらね、立派な肝が入ってますね。もうこの肝がね、最高でございます。で、切り離していただければ OKOK でございます。はい、そしてですね、こちらですね、ここに皮がついてるんですか、ちょこっとね、切れ目を入れてください。こんな感じですね。わかりますでしょうか。この切れ目を入れたとこからですね、こうね、皮を剥いていくね、まあカワハギの名前の由来ではないでしょうか。皮をね、剥いていく、こんな感じですね。こう引っ張ればね、ペロペロペロと取れます。はい、綺麗なね、身が出ました。そしてこっち側もですね、ペロペロペロっとね、はい、取れました。こんな感じでね、カワハギの皮が取れました。そうしましたらですね、これ入ってるの、これ子供ですね、カワハギの子供です。こう不純物はね、手でパコンパコンと外してください。そしてここですね、ここの白い膜が見えますでしょうか。白い膜、ここにね、包丁、出刃包丁をね、ちょっとこう突き刺すような感じで手前に引いてください。で、ここに骨があるんですが、骨の上をね、滑らすような感じで、ズンですね。はい、わかりますでしょうか。ちょっと白い膜がね、取れました。まあ、浮き袋なんですがね。そうしましたらですね、ここを流水で、こんな感じでね、洗っていただければ幸いかと思います。まあ、割り箸とかね、竹串とか、毛抜き、すいません、骨抜きの後ろとかね、でやっていただければ、幸いかと思います。あとね、使い古しの歯ブラシですね。間違ってもね、お母さんお姉さんの歯ブラシでね、やんないでくださいね。やってしまうと、次の日の朝ね、あ、これ生臭いんだけど、お父さんなんかした？タックなんかしたとかね、非常に怒られてしまいますので、その辺のところはよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでね、ここに血が入っているんですが、こういう感じで、血が出ました。それではね、今度、肝外し方ですね、肝の外し方、これがね、肝です。これが美味しいところです。肝臓ですね。そしてこういうのがね、不純物になります。こうやって頭をね、下にしていただけると、ここにね、付け根がね、見えますでしょうか。付け根があるんで、この付け根のところに指を入れてすっこんとね、優しく丁寧にね、外してくださいませ。はい、こんな感じでね、ベロンベロンベロンという感じですね。はい、そしてちょっとね、こうつながっているところをね、こう肝を持って軽く剥がすと、はい、こんな感じですね。そうしますとね、こちらの側の方にね、不純物ですね、内臓とかね、他に食べれないところがね、残ります。これはね、捨ててしまいます。はい、それではね、一回まな板の方をね、整理整頓して、肝和えの方を作っていきたいと思います。はい、それではね、馬ずらはぎですね、馬ずらはぎの方を3枚にね、おろしていきたいと思います。まずね、この背びれありますね、背びれをね、左手で持ってください。そして、右手に出刃ですね。はい、そしてですね、ここですね、このヒレの上をね、包丁を滑らしていきます。で、真ん中に骨がありますので、この骨の上をね、こんな感じで、さばいていきたいと思います。それはね、こんな感じですね。ヒレの上をこうですね。はい、ヒレの上を、ごめんなさい、下に入っちゃいました。ヒレの上をこうですね。はい、そうしましたらね、ここに骨が、見えております。
そしてですね、この骨の上をこうですね、こうで真ん中まで行ったら切っ先をねズボンとこう出してくださいね。このズボンと出す時も、このヒレの上あたりにね、出るような感じでお願いいたします。そうしましたら逆さにしまして、またこのヒレですね、このヒレこれですね、この上を包丁でこんな感じでいってみたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、さっきね、切っ先が出たとこ、ここを目印あたりにしてね、こんな感じで、骨の上をね、滑らすような感じでお願いいたします。わかりますでしょうか、骨の上をね、はい、滑らすような感じです。で真ん中のね、この骨まで行きましたら、ここですね、さっき貫通させたとこ、ここですね、ここに包丁を入れて逆さにして、それで骨の上をこう滑らすような感じですね。はい、こんな感じです。そしたらね、もうさばけましたので、あとはここをチョンですね。はい、そして片身ができました。それではね、もう一方の方をやっていきたいと思います。まずこのね、ヒレの上ですね、ヒレの上にこう包丁を入れていくと、こんな感じですね、入れていくと、そして真ん中の骨の上に、包丁をこうスライドさせるような感じですね。スライドさせるような感じね。で半分ここまでね、もう包丁が入りました。こっち側でも鼻が剥がれています。そしたらまた今度ね、このヒレの上に、ね、包丁を入れて、こう骨の上を滑らす感じですね。はい、そうしましたら、ここにね、包丁を切っ先を出します。はい、逆さにして、今切っ先が出たとこ、ここですね。はい、ここからまた出して骨の上をね、滑らすような感じ。はい、こんな感じでね、下ろし終わりました。であとはね、ここをちょんと、はい、切って OKOK でございます。はい、これがね、骨になります。そうしましたらですね、ちょっとね、まな板の方を整理整頓します。はい、3枚におろしたカワハギですね。そしてですね、ここにね、お腹骨がついておりますので、これをね、次に外していきたいと思います。ここですね、逆さ包丁にして、お腹骨とこの身の付け根ですね、わかりますでしょうか。ここにね、ガンガンガンとね、前にこう押すような感じ、ガガガガン押すような感じですね。そうしますと、ここにね、ちょっと切り込みが入ります。でこれがお腹骨ですね。でこっちが身になります。そしたらこの切り込み隙間、この隙間ですね、隙間に包丁を入れて、上に包丁を持ち上げるような感じで、薄くね、この骨を取ってくださいませ。あんまりバコンちゃんね、食べるとこ少なくなってしまいますので、ね、その点ご注意ください。もう片っぽですね、ここね、逆さ包丁にして前にこう突き刺すような感じですね。こんな感じです。ただここに隙間ができましたので、ここに包丁を入れて静かにこのお腹骨を取ると、でこんな感じで、出来上がりでございます。はい、そうしましたらね、このカワハギ系ですね、カワハギ系っていうのはね、もう一個ね、あの分厚い皮の下にもう一個皮があるんですね。これを取らなければなりません。そしてここに中骨ですね、お腹中骨がビーッと入っております。このね、中骨の、こっち側ですね、左側に、ギリギリのところに包丁を入れて、ここ切らないでくださいね。ここなんとなく、あ、皮が包丁に当たってるなみたいな、下の皮が包丁に当たってるなみたいな感じになりましたら、これを包丁横にこうスライドさせるような感じですね。はい、こんな感じです。あ、ちょっとこうね、皮残ってしまいましたが、こんな感じで皮を取っていきます。そうしましたら、この逆にして、またこのね、骨の横に包丁を入れて、こんな感じですね、スライドさせていく。はい、こんな感じですね。はいはい、そしてね、この皮が取れました。ちょっとね、身がいっぱいついてしまいました、申し訳ございません。はい、ではね、もう一個やってみます。骨ですね、骨の左側に包丁を入れて、皮の上を滑らすような感じですね。はい、こんな感じでございます。はい、そうしましたら、またこの骨の今度こっち側ですね、骨のこっち側に包丁を入れて、皮の上を、滑らすような感じですね。はい、こんな感じで、皮を取ってくださいませ。はい、そうしますとね、ここに、中骨とあと皮ですね、皮が両サイド残るような感じになります。はい、そうしましたら、もうね、ここまで来たらこっちのもんでございます。
あとはですね、これですね、あれ一匹、お、あ、これですね、はい、ありました。これをですね、肝合いにしていきたいと思います。はい、そしてね、先ほど取り出しました肝ですね、肝軽く水洗いしてね、不純物がついていないかどうかね、確認してください。そうしましたら、あとはですね、これをガンガンガッツンガツリンコですね、はい、ね、切ってくださいませ。こんな感じですね、はい、ガンガンガツンですね、はい、そして肝を乗っけてタンタンタタンタタタンタンですね、はい、こんな感じでね、叩いてあげてくださいませ。そしてここにね、刻んだネギと、おろし生姜ですね、はい、そして大葉です。はい、これをね、一緒に叩いてしまいましょう。まあ、アジの叩きを作るみたいな感じで、まあ、肝が入ってるぞみたいなね、感じになります。はい、こんな感じでね、ガッツンガッツンとね、叩いて叩いて叩きんぱですね。はい、そうしましたらですね、隠し味というかね、ちょっと臭み消しでね、みりんをキャップの5分の1ぐらいこう回しかけてください。はい、みりんですよ。はい、そしたらね、また叩いて、ね、ネギと大葉と生姜と肝とカワハギの実がね、一体化するまで、ガッツンガッツンとね、叩いてくださいませ。あ、非常にね、もううまそうな磯の香りがね、漂っております。はい、こんな感じでね、カワハギ肝和えの出来上がりでございます。そうしましたらね、いつものように、器の方に大葉とつばしいてあります。ここにね、ドッカンですね、ドッカンでございます。はい、こんな感じで、完成でございます。それではね、テーブルの方に運んで食していきたいと思います。うまそうでございます。はい、うまづらはぎ肝和えですね、完成してテーブルの方に運んでまいりました。それではね、いただいてみたいと思います。最後にね、レモン&わさびですね、添えてみました。レモンの方ね、お醤油皿に直近直感チョコポンポンですね。はい、それではね、いただきます。わさびをときんこときんこときりんりん。はい、ね、いただいてみたいと思います。いただきます。うまそうです。これポン酢進むこと間違いなしでございます。いただきます。うまっ。いや、このカワハギのね、朝どれカワハギのプリプリ感とこの肝のまったり感ですね、もう最高です。いただきます。最高最高最高。やっぱね、うまいですね。まあ、あの本カワハギ肝はね、結構おいしゅうございますが、まあ朝どれのね、うまづらはぎでしたら、まあ本川カギに負けないぐらいのね、美味しさがございます。いただきます。最高最高、飲みてー。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、うまづらはぎ、カワハギですねの肝あえの作り方、動画にまとめてみました。もしね、お父さんがカワハギ釣れちゃったんだけど、これどうやって食えばいいのみたいな時にね、思い出していただければ幸いかと思います。それでは本日も最後までありがとうございます。失礼いたします。うまづらはぎ最高、うまいです。